お元気ですか？谷村新司です。熱気に包まれた国立劇場の2日間、そして大阪フェスが、無事に終わりました。まだその余韻の中にいる、それが正直なところです。そして徐々にゆっくりと日常に戻ってきております。あなたの方はいかがでしょうか？さあ、今日も明るく元気にラジテレ始めてまいりましょう。さて、今回のテーマはコンサートです。コンサート、今もライブとか、リサイタルとかいろんな呼び方があるんですけども、僕らが一番長く慣れ親しんだ呼び方、コンサート、国立劇場での2日間がもうスタートだったもんですから、それに向けて、メンバー、スタッフたち、撮影チーム、ずっと準備をしておりました。ちょうどその準備をしている頃っていうのが、寒の戻りがあった。本当に冬のような寒い日々でした。全員そんな寒さの中ですけども、たった一つ、同じ共通のイメージを目指しておりました。それは、会場に来てくださってるあなたと一つになっているライブならではの感動です。リハーサルスタジオでは絶対に体験できないものが実はあるんですよね。